マジで目を疑ったよ、これ。盆栽育てられるんだって。本格的な陶器鉢で種から育てる豆盆栽栽培設定芸才へ行くぜ。こんなね、ガチャ、ガチャではないんだけど、ガチャガチャのカプセルに入っている本屋さんのね、レジ横のね、箱にあったんだよね。箱の中にたくさん入っとって、何度もパッと見たらさ、盆栽育てるセットみたいな。やばくない？これで盆栽育てられんだよ。まあ、今いろんな、前雑草のやつも育てたし、なんかいろんなやつあるけどさ、まさか盆栽あるなんて。俺その横にあった枝豆を切り合ったんだよね。枝豆、自分で枝豆を育てて。あ、ちなみに、600円ぐらいだったかな。550円プラス税だったような気がする。そんなリーズナブルな価格でゲットしてさ、盆栽育てられる。でもさ、盆栽って木だよ。でしょ、これ。だって欅とか木だよね。もみじもそうだし。で、赤松、黒松なんて木だよね。え、これ10年ぐらいかかんない？どれぐらいかかんだろ、これ時間。どれがいいか、まあ、どれが、出てくるからランダムなのかな。これ黒松、赤松、もみじ、いや、もみじがいいな。もみじ切る秋に紅葉するわけでしょ、赤くなって頃。もみじいいね。もみじか、松系もいいよな。だからこの赤松のこのなんかこうくれってる感じが、ウソッキーみたいに言うよね、これ。ウソッキーみたいで。黒松でこれどっしりした感じもいいけど、まあ、どれが出る、あ、もうわかんのかな。植えてから種が植えて芽が、あ、書いてありそうな。この種の形でプロだったら、もう書いて、おお、書いてある。黒松だ。黒松どっちだろう。黒松か。黒松の種、1,2,3,4,5個入ってるね。おお、これだ。え、こんなぶっとい毛になんのこれ。しかもこれってさ、きっと植え替えたらどんどん、あ、すげえ重た。めちゃプラスチックじゃないね。雑草の時はなんかプラスチックの、だったよね。で、サボテンの時はなんかカンカンに入ってたような気がする。サボテンと雑草と、で、キノコもね、ちょっと育てたのにキノコ失敗したんだよね。ごめん、キノコね、失敗しちゃってさ、全然出てこなくてキノコ。うわ、すげえ。メダカ飼いたいな、この中で。いや、ちっちゃすぎるか。こうなんかメダカ飼いたくなる。質感。で、どうやって育てるんだろう。またこれ、水に入れてふやかすんかな。これ水に入れたら絶対でかくなるシリーズのこの、ね。雑草の時と同じで。で、やり方、あ、書いてあるね。ちょっと見てみるか。やり方がね、まずは、ね。ん？もみじとキヤキヤ、一滴は冷蔵庫へ。え、待って、今できねえじゃん、これ。3ヶ月冷蔵庫に入れんの？もみじとキヤキは。あ、でも俺大丈夫だ。俺黒松だもん。うわぁ、危ねえ。もみじとケヤキは一滴か一ヶ月か三ヶ月冷蔵庫に入れなきゃダメなんだって。うわぁ、で、土をぬるま湯で膨らませる。で、その後に、土の乾燥を防ぐためにラップなどでふんわり覆って、もかということで。で、種をまいて、覆うっていうことか。で、数本発芽したら一本に間引き。お決まりの間引きだね。間引きフェーズで大きく揃えたい場合は鉢植えをすると。鉢植え、ちょっともうでかいのに変えるか、ちょっと、まあ、芽出るまでちょっと心配だけどな。とりあえずこの土をね、ふやかそう。面白いんだよね、このままシートごとぶち込んじゃっていいんだよね、これね。これで、この中に入れて、ここにぬるま湯を入れるとね、これすごい膨らんでくんだよね。うわー、この状態で膨らむまでちょっとしばらくね待ちます。結構膨らむからね、これ。ブローンって水分を吸ってね、よくできてるよね。で、この後に種をまいて、あとは芽が出るのを待つと。で、芽が出たら、大きい鉢に植え替えるのか。まあ、黒松だからどれくらいでかくなんだろうね。ちょっとネットで調べてみるか。黒松、かっこいいな。でも赤松もいいね。もう一個買ってこようかな。赤松も育てて、黒松とさ、赤松ダブルで育てたくない？これ。ダブル、黒松、赤松。ね。で、芽が出て、発芽したら一本に豆、あー、ふんふんふん。え、発芽日数は、1ヶ月、以内ってこと。下準備もあるんだね。種を冷蔵庫に入れ、冬を疑似体験させます。あー、冬を疑似体験させるために、もみじと、
ケヤキは入れるのか。で、種まきや発芽時期が真冬と真夏にならないように逆算し、タイミングを合わせて行う。え、待って待って。発芽適温、あ、大丈夫だね。黒松赤松は大丈夫だ。で、秋に撒いた場合は翌年の暖かい時期に発芽することがあると。種を撒いた時期、環境によっては発芽に1、2年かかる場合があるって。発芽に1、2年ちょっと待って。でもね、あの、黒松と赤松はね、発芽日数は、まあ、1ヶ月以内には発芽するって。で、もみじとケヤキが1ヶ月から1年。もみじとケヤキすごいかかるね。1年くらい、冬を疑似体験させなきゃダメなのか。種まき、中身をすべて取り出す。膨らむ土をネットが空いてる方を上にして、お手持ちの容器に入れてぬるま湯を注いで、土が5倍くらいに膨らめ、膨らみが足りない場合はぬるま湯を足しましょう。土の表面を爪楊枝などでほぐし、冷めたらネットが空いてる方を上にしてポットへ移すと。あ、俺もポットに移しちゃった最初から。ポットでやっちゃった。やべ。ほんと違う、このポットじゃないところでやるのか。間違ったな。まあいいか。で、種同士の間隔を開けて種が見えない程度に埋めると。発芽するまでは土表面を乾かさないように管理。直射日光を避け、栽培に適した明るい場所に置く。明るい場所か。発芽したら日当たり半日以上と風通しの良い場所に置く。日当たりが良い場所に置くの。直射日光はダメだけど。直射日光を避ける日当たりの良い場所って意味わかんないよね、これ。どういうことだろう。直射、あ、窓越しの日光ってことか。直射日光はさ、窓とか通さない直に当たる、ね、ベランダのところに対して直日光ってことだもんね。あ、そういうことだわ。わかったわかった。で、芽が小さなうちは霧吹きなどで優しく水をやりますと。土でかくなった。あ、なってきたね。おお、あとは種をね、植えます。種をまず取り出し、結構入ってる。全部出たらどうしよう。なんか間引きするのもったいないね。他のとこに植え替えたらダメかな。そういうことしたら失敗するよね。やめよう。1、2、3、4、5個あるから、ちょっと真ん中にちょ穴開けてね、植えるらしいんだけど、ここにまず穴をズボッと、まず1個ね、真ん中開けて、1、2、3、4、5みたいな感じで、こんな感じでどうかな。で、ここの穴に種をぶち込んでいきます。まずこの種ちゃんね、あ、結構で、車ってでかいね。でかいよ、これ。あの、ちゃんと出てくれよ。スポッ。あ、ちょっと待って。はい、じゃあ、外した。やべえ。ピンセットでちゃんと奥まで入れてあげようかな。スポッ。スポッ。おー。でね、こう植えるんだって、こういって。できました。これもなんか真ん中のやつ出てきそうだよね。で、他の子たちも一応ね、こう入れて。横に、まあ、横でね、出ちゃったとしても、どうせ植え替えるので、スポッ。ね。よし。で、あと3つ。一番、あ、これでかい種だな。これなんかでかいぞ。あ、でかい種真ん中に植えればよかったかな。あとはちょっと待つのみだわ。あとは結構時間かかるみたいだから、発芽まで。発芽したらまた動画撮るかな。動画撮ってみんなに報告したらどんな感じになっていくのかって。今日はとりあえず種まきということで、これみんなもぜひね、ちょ、面白そうだから、ぜひみんなも買ってみて一緒に育てていこうぜ。誰が一番大きくできるのかっていう、種から育てる豆盆栽栽培セットでした。今日はね、種まきまで行きました。みんなどれ出たか教えてね。買ったらケヤキとかモミジと赤松、黒松、赤松は俺欲しいからもう一回買ってくるかも。これいいよね、なんかこれ、いや、いいな。赤松黒松育ってたいな。もみじケヤキは結構大変だと思う。疑似冬体験させなきゃいけないし、結構時間かかるね。長丁場、長いね、長い戦いになってくるわ。これはとりあえずまあ1ヶ月ぐらいでは出てくる、1ヶ月以内には出るらしいから楽しみだね。それではまた次回、次の芽が出た動画撮るので、芽が出次第ね、またお会いしましょう。頼むぞ、うまく育ってくれよ。乾かないよ、ちゃんと毎日ね、切り浮きして。あれ、種出てないあれ。これ、種じゃね、あ、だごめん。危ない、あれ。危ね、危ね。これ、種じゃねえか。やべやべ、ちょっと、植えないと。よし。よし。で、大丈夫かな。こんなもんで。もっと深く植えた方がいいかな。水かけて出てくるようだって、もっと深く植えるわ。ちょっと、やばいね。種まきから失敗したかもしれん。やば、大丈夫だろ。真ん中のやつ出てくる。いいんだけどな。ね、ここでニョキ
もし全部出てきたら一応植え替えようかな。まあ、死んじゃうかもしれないけど、間引きしたやつもちょっと埋め替えてみるわ、土にね。そしたら育つかもしれないしね。